聞こえておりますでしょうか。あほーい、ホロライブ3期生宝生海賊団船長の宝生マリンです。はい、ということでね、今日はなんとつぐの日さんとのコラボのね、マリンがつぐの日に登場しますよというこちらの、ゲームをやっていきたいと思うんですけど、実はね、船長もね、完全初見となっております。実はなんと、普通さ、そういうのってなんかストーリーとか裏ですり合わせてんじゃないのって思われるかもしれないですけど、実は完全初見で今から初めてやるんですが、ほんと起動確認しただけの状態で、いや、どんな感じなんだろうっていう感じなんですけど、君たちもちょっと多分今ね、始まったばっかりだから、これからダウンロードしてぜひ一緒に並走してもらえるといいなぁと思います。どんななんだろう、マジで。なんか2週あるらしくて、なんか2週目はみんなのお楽しみに撮っとこうかなって思ったんですけど、ぜひマリンさん配信でプレイしてくださいと言われましたので、ちょっと2週思い切ってやっちゃおうかなと思います。いや、マジでどんな、でもなんか若干想像つくっちゃつくんだけど、でですね、まあ、もしね、仮にね、今ね、ホロメンがもし見ていたらね、撤退してください。ホロメンちゃんたち見ないでください。初見で、ぜひ初見で遊んでほしいので、で、もし今こっそりどんな感じなんだろうな、チラリみたいな、見てるホロメンがいたら、もう見ないでくださいね。わー、気になるな。で、ちょっと忘れそうだから先に言わせてください。うん。はい、こちら、ホロライブ公式スタンプ、宝生マリンボリューム2、全24種ということで、こちらが22時半に販売開始予定となっております。はい、無事に審査が通りましたということでね、ちょっと線が細すぎたかもしれないけど、まあまあでも、見るからに明らかに使いやすいということで、ぜひともこちら、この配信が終わった後の歌ってみたの公開と合わせて、ぜひゲットしていただきたいなと、思います。まあ、もしかして若干ラグがあって、早く販売されたり遅く販売されたりっていう、プチラグはあるかもしれませんが、まあ、とにもかくにも今日、販売開始ということです。はい、よろしくお願いいたします。じゃあやってみますか、ちょっと。うわぁ、マジでドキドキするなぁ、なんか。なんか照れますね、自分のゲーム、ちゅうことになったらば。ちょっとじゃあやっていきますね、起動します。いやー、なんか照れるな、本当に。照れてます、マリン。はい。こうして、見えてます？どう？見えとる？音量どう？いい感じ？あほーい！明るいなー。これ、本当に、ちょっとマリンが、おー、びっくりした。ウミネコの泣くコロニー状態ですが、ちょっと待って、マリンを下にこうして。おー、美魔女の真実、マリンの秘宝船出航する。なんだこの
なんか、なんていうのこれ、なんか月光みたいな。これ船長の船なの。うん、まあそういうことにしておくか、一旦。海猫っぽさあるな、ちょっと。海猫泣いとったし。ゲームちょいでかい。あ、OK です。ちょっと下げますね。こんくらいどうですか？どない？ BGM 不穏？あ、でもなんか全然綺麗な曲じゃない？普通に。どうですか？うん、音量いい？ちょっと若干ラグがあるからすいませんね。あ、OK ですか？まあまたなんか気になったら言ってくださいね。はい、じゃあ、出航する。行くぞ！ちょ、待ってこれ！これあれ？あれ、これマリンの声ですか？もしかして。美魔女とは、年齢を重ねた女性につけられる呼び名である。時を超越し、美魔女となった。なってる！保証マリン。彼女の美貌に隠された秘密とは、今その真実が明かされる。なんか勝手な設定が、ちょっとマリンに追加されてんだけど、なんかここに小さなマリンがいます。なるほどね。まあ、今のマリンの話ではなくて、まあ、この、今のこの宝生マリンが数十年後にね、年齢を重ねた末の話という、パラレルワールドっちゅうことですよね。おー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 、美魔女の真実、あー、そこピックアップしてね。なるほど。なるほど。やばい、なんかこれ笑っちゃうんだけど、ちょ、これ怖くなるのかなって。ちょ、待って、笑っちゃうよ、笑うところじゃないかも。あ、また海猫が泣いてますよ。ね、これって、ちょ、これディダさんね、曲いいな。明るい曲です。あれ？ここは？これあれですね、完全にマリンの作ったオリジナルゲームのオリジナルキャラクター、ディザレベンに見えるんですが、どうなんでしょう？音量大丈夫？でかい？言ってくださいね、でかかったら。みょう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 ！おーい、こっちこっち！めちゃめちゃ海猫泣いてますやん。マッチョダブリュな。ちょっとマッチョではないけど、ちょっと、ひょろひょろ気味ですが、はてな？アホイ！メスガキ！これ怖くなるかな？大丈夫？歩きますか？とりあえず。ちょ、海猫と並走していくわ。一緒に。出荷！ワンテッド！なんだこれ？水着、ビキニみたいなのも、シールも貼ってありますね。和やかなムード、オレンジ。お！これは、マリンの、社会人時代のボーナス、みかんじゃないですか。これ下の方 100% 腐ってっぞ。共に行こう、海猫たち。共に行こうぞ。これホラーか、本当に。ギャグゲームか、もしかして。まさか。あれ、マリンです！ちょ、同じ角度しようかな、ちょっと。せっかくだから。どう？同じ角度になってみた。え、この方がちょっと臨場感あるかな。どうですか？ちょっと待って。はいはい。ちょっと待ってね。ちょ、向きを変えたことでぐだってます。マリンと対話していくか。おー、え、なんか全然可愛いですよ、このマリン。ようこそ我が船、新人海賊くん。フルボイスだぞ、このゲーム。あなたは宝生海賊団船長の宝生マリンです。語尾にハートが毎回ついてるところが愛嬌たっぷりで可愛いですよね。早速案内しますよ。さ、ついてきて。え、はい。なんだ、お前船に乗ったくせに、なんだ、なんか新人と、なんかなぜか乗っちゃったみたいな、無意識に乗っちゃった的な、なんかあんまり乗り気じゃないな。自分で乗ったんじゃないのか、この船に。あ、角度が完全に一致しました。あ、なんかいいな、このドア。これ真似したい。今日から使いたいな、このステンド。ああ、入れるのか。行きましょう。お、なんか刺さってんな。アホイアホイアホイ。ひたすら言うやん。マリン、あ、なんかすごいサインしてある。アホイ、メスガキメスガキ。他に言うことないんか、このマリン。クルーキャビン。ほう。あ、なんかすごい見て、ステンドグラスの反射でハートになってる。なんか可愛いですね。おしゃれです。わっ、ネズミだ。なんかレインボーな、なんかケツカビてない、なんかこのネズミ。え、なんかカビてない。ちょ、コメント固まってんだけど、君たちコメント送れない？もしかして。ちょっと送ろうとしてみよう。あ、動いた。
急に治った。あ、急に治った。あ、急に動いた。あ、急に動いたわ。あ、これ箱太郎か。今の箱太郎今の。急に動いた。デック。おー、なんか夕焼けが見える。あ、なんか高速で。それじゃあ船の中を案内しますよ。ハートがついてて可愛いですね。色気たっぷり。あ、そっちか。あ、そうだ、おっぱいが違う。あ、なんか、あ、上、あ、なんか、はぁ、胸が、はぁ、待って、赤くなってし。え、なに、このゲーム本当にホラーですか？ちょっとこれホラーゲーム苦手な人にも勧められるわ、マジで。うん、ポニョっつってる。マリンの、なんかもう完全になんか、明日からしっかり働いてもらいますからね。いいじゃん、なんか幸せそうな。あ、またポニョって。定期的にポニョポニョとおっぱいぶち当てていく。掃除、洗濯、ご飯作り。なんだ、あ、ネズミがカビチーズを運んでます。ケツもカビてるわ、チーズもカビてるわ。それとフルーツでビタミンも取らなくちゃ。このみかん多くないか、さすがに。ねえ、6たる目だぞ。そんなにいる？あ、またネズミが上に。あ、待って、見て、引っかかってる。かわいい。尻尾バタバタしてます。もしかしてこれが邪魔で見えないじゃん。ちょっとすいませんね、これ邪魔ですね。失礼しました、消します。見て、ほら、ネズミめちゃかわいい。ここ引っかかってます、罠に。明日から全部君の仕事ですよ。クルールーム、ほう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 。まあ、ネズミちゃんがギャーギャー言ってますが、まあ、しゃあなしということで。いいじゃん、ハート。それじゃあ君の部屋はここですよ。おー、いいですね、同居だ、同居。一つ船の上でみんなで暮らしていこう。はい。まだ意識が朦朧としているようですね。催眠が足りないのか。あ、ま、隣の部屋、マリンルーム。すげえ、鍵が2個も3個もかかってる。船長の部屋は隣だけど、覗いちゃダメだぞ。穴とか開いてたりして、やだ、マリンが布団の上で何してるのか見られちゃうじゃないですか。塞がないと。おお、聞いて。おお、あ、結構ゴージャスな。あ、ドクロくん。なんかでっか、分厚いステーキですね。何ですかこの赤い印、なんか伏線これ。なんなんこの原始的なリアルみかん。みかんね、あの、そうだね、6だるもあったからね、デザートに出していかないと。この料理、マリン船長が用意してくれたのか。嬉しいなぁ。忠誠心高まってるよ。もぐもぐ。食べてる食べてる。これから可愛いマリン船長と一緒だなんて、なんか気分いいな、このゲーム。気分いいぞ。気持ちよくなってきた。幸せだなぁ。気持ちいいなぁ。この調子でお願いしますよ。ん？でも。あ、耳が。なんで俺以外の一味がいないんだろう。いいじゃんよ、幸せなことでしょ。いなくていいでしょうが。いない方が嬉しいだろう。ん？あ、覗く気ですか。うん、みかんどんだけ。ま、6たるプラス 9たる目入りました。あ、穴が。覗いちゃうの？いけませんよ。乙女の部屋を覗き込もうなんて。罪ですよ、罪。行くんか？あれは、まさか、あー、金。もしかして、あそこからマリン船長の部屋が覗けるんじゃ。ダメですよ！ダメダメ。見ないで。君、理性を働かして。理性が大事、理性が大事。いけません。見ては。ダメですよ。お、なんだ、レンガ調ですね。ごく。もう男の子我慢できないんだから、ほんとに。あれ？いない？誰もいない。ああ、よかったー。うわあ、びっくりした。怖い。うわあ。自分の顔なんだけど、めちゃめちゃびっくりしました。明るいムードだな、なんか。もう覗いちゃダメって言ったでしょ。すいません。これホラーゲームか、本当に。かわいいマリン船長の顔がこんなに近くに。あの、気分いいな。
今日俺寝れるかな。お、楽しいなこのゲーム。一生このゲームだけ実況して生きてきていきたいわ、マリン。あー、なるほど、ハンモックで。いいっすね。いいね、満月を眺めながら海猫も飛んでる。お、次の日聞きました。いや、ドキドキするな。今のところ非常に可愛いゲームとなっております。楽しいですね。行きますか。ふう、一人で掃除するのも大変だな。一人でこの船、どうして俺以外の一味がいないんだろう。一人でこの船掃除はちょっと大変ですね。まあいいや、マリン船長に報告しよう。行くか、じゃあ。なんか空の色がちょっと不穏ですね。赤いよ、めっちゃ。ワンオペはしんどいけども。まあでも、邪魔者がいなくて幸せなことか。マリン船長と二人きりだなんて、君たち発狂もんでしょうよ。しかも他の一味の存在がいないと薄い本だって書きやすい。俺とマリンの二人きりの方がね、何かっていうと、便利なんじゃないですか？うん。何この、なんだ？グッグアッと。グワッと。マリン、これちょっとマリンのオリジナルキャラクターの魔王の末裔、通称魔王の末裔、グワッとくんがいるんですけど、あ、ティーナ！あ、おう！びっくりした。ティーナもいる。すごい。これマリンのオリジナルキャラクター。これはちょっと、セカワをプレイしてくれた、小よりとか、ね、声優オーディション、ね、出てくれたみんなになら、あ、ネズミトラップあるよ。あ、でも引っかかってない、今日は。ネタが通じるかな、という感じですけど。他のホロメンわかるかな？何この人形って。なりそう。てんてんてん。てん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 。何よ、何よ。てんてんてん。何よ、何よ。この生活に不満でも？なんで俺以外の一味が。もうまたそれですか。君は細かいことばっかり。てんてんてん。幸せなことですよ、二人きり。ティーナ覗いとる。え、ネズミが。怖い怖い。マリンはこんなことしない。あららららら、ら捕まっちゃって大丈夫かにゃ。めちゃ可愛くない？なんかひどい目に遭ってる可愛い生き物大好きなんだけど。めちゃ可愛い。あ、すごい。これセカワの仲間たち。あ、全員集合したわ。セホーさん、リアンナ、トールに、ナリリシャもおりますと、全員集合です。え？何よ？何よ？あ、なんか、あ、催眠？あ、何かが、何かがかかってくる。あれ？学校のチャイム、学校のチャイム、なぜ？そうだ、学校に行かないと。おお！思い出せ。ここは、お前のいる世界じゃない。怖い。今のところ一番怖いのがセカワのキャラクターという。何してるの？怒ってる？なんか顔怖いよ。マリン船長？え？俺の部屋で何を？俺の部屋に？勝手に？何をして？何？いや、掃除が終わったから報告を。ふーん。あららららら。あららららららら。
料理を、セカワの皆さん、セカワの皆さん覗いてます。可愛くね、なんかちょっと、もはや可愛いわ。料理作ってくれてたんだよね、きっと。きっとそう。お掃除お疲れ様。君の部屋に食事を用意しておいたから。ほら、やっぱり、マリンセちゃんやっぱいい人なんだ。残さず食べるんだぞ。ほら、あ、今日も用意してくれてたのか。ほら、なんだ。怖くない、怖くない。アマトプニ。さ、お部屋までご案内しますよ。このプニで全員イチコロなんだよな、マジでちょろいちょろい。ちょろいぜ。おっぱい当てただけで全員言うこと聞く。ティーナが見てる。グワッとか？もしかしてまた今日も漫画肉じゃないだろうな。メニュー変わると嬉しい。ねえ、あの時計は君が鳴らしたの？え？学校のチャイム？いや、なんか人形が鳴らしてたような。セカワ人形たち。そうなんだ。時計は掃除しなくていいから。余計なことはしないで。はあ。時計に秘密が隠されている。めちゃめちゃ、めちゃめちゃビビってんじゃん。怯えちゃってるよ。もしかして時計を止めることで、まさか、マリンは時計を止めることで、美しさを維持してる？盲点だったな。そんな術があったとは、学び終えてしまった。これは、あ、和食だ、今日は。和食？美味しそうですね。健康的だな。もぐもぐ。健康にはいいんだろうけど、ちょっと味気ないかも。なーによ、昨日はステーキだったんだから。今日は和食、バランスいいでしょ？みかん増えてた。俺は新人海賊だし、肉とか食いたいな。昨日食べたでしょ？それにしても、なんで他の一味がいないんだろう。またそれですか。そんなに気になりますか？他の一味がいるかいないかって、そんなに重要なことでしょうか？お、また覗く気ですか？いいよ、マリンが、可愛い顔近くで見せてあげます。もしかして、他の一味は、マリン船長の部屋にいるのか？とんでもない抜け駆けですよ。そんなの、もっとよく見てみようか。いけないって。どうすんの、マリン船長が。なんかしてたら、うおまた、で、毎回ここ、BGM 明るい、ここ。船長、また覗いて、すいません。あれ？今日は、何も言わん、え、あれ？マリン船長？マジで怒っちゃったのかな？あれ？え？え？目を？やめ、やめ、やめてくださいよ！目をやるんか？指で押すじゃないって。プッシュ愛じゃないって、ちょっと、ちょっと、ちょっと、痛えよ！ざけんな！まあ、押すか。しゃない。愚痴じゃないけど、ちょ、やめてください！え？は？ハリボテ？やば、誰か来る。なんで、マリン船長がハリボテに？どうなってるんだ？
なんだってんだ。なんでハリボテなんて。等身大パネ、あのパネル欲しい。需要ある。あ、また覗いてる。あ、ひひー。販売した方がいいかもな。等身大覗くマリンパネル。あ、今日は雨。ああ、傘さしてる。なんか海賊のくせに船の上で傘さしてんのなんか違うな。この船何かおかしいな。どうして俺の他に一味がいないんだろう。お、それに船長の部屋から感じた妙な気配。ハリボテのマリン船長。あのマリン船長は本当に本物なのか。え、真実を確かめないと。まさかのそもそも本物じゃないという説。もう傘さしてんじゃねえ。海賊だぞ。おう、大雨ですね。これじゃ掃除も。え、みかんめっちゃかびてる。え、え、なんか声する。うわわわ、あ、なになになに、な、影が。ハエの音な、ブンブン言ってる。めっちゃみかん腐ってんよ。あら、あ、封じられてる口。あ、動けなくされてる。あ、セカワー、セカワードールズ、セカワードールズ。あー、セホさん、嘘だろ。なんか剣もさ、置いてあったのがさ、全部刺さってた、樽に。確か刺さって、なんか置いてあったよね、普通に最初。あ、お前、お前もか、ナリーション、お前も、お前もか。あー、怖いよ、怖い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 。そんな声出さんといてよ。俺がなんか悪いことしましたか。悪いのはマリンですよね。何よ。え、何よ、何よ。あっ、ちょっと、ちょっと、ディーラー、大丈夫か。逆さ釣りだよ。あー、あー、みんな、俺が人形たちが、人形たちが時計動かしたなんて言ったせいで、マジで全員むごい目に、セカワ本編よりひどい目に遭ってる。ああ、メスガキって言われて。それはそう。メスガキなのはそれはそう。壊されてる。昨日ここでチャイムの音を聞いて、何か別の世界の記憶が戻った気がしたんだ。あれは何だったんだろう。別の世界。ああ、そこで何してるの。あ、うわ、めっちゃカビてる。死ぬほどカビてる。マリン船長。え、え、やばい、やばい、やばい、魔法が溶けてば、え、やばい、正体現しちゃった。まずいですよこれ。ちょっとすみません、ここちょっと、ここカットでお願いします。まずい、これはまずい。マリン船長、まずいよこれ。じゃ、そんな唖然とすることないじゃん。うわ、やばい、無修正来た、無修正来ちゃった。まずいよこれは。見せられません、君たち。あ、あああああ、ハエの勝手、ぐ
なんと、こんな目に、こんなひどい目に、カビみかんの中にぶち込まれてるよ。ああ。あれ？あ、なんだ、もうびっくりした。かわいいじゃん、ちゃんと。何唖然としてんだ、かわいいじゃん。君、そんな顔してどうしたの？今、マリー船長が老婆に見えて。はぁ？そんなわけないでしょ？いつもの可愛いマリー船長でしょうが！あ、いや、その。そっか、きっと疲れてるんでしょ？今日の掃除はもういいから、ゆっくり休むんだぞ。はい。おっ！やばいやばいやばい、もう隠しきれなくなってきた。おぉ！マリン船長は、本当に、若い、のか？食じゃん。しかもめっちゃカビてるし、なんならドクロくんまで来たね。こんなの海賊の食事じゃないよ。もぐもぐ食べるんかい。はあ、俺高校生だしさ。高校生なんだ、もっと脂っこいものが食べたいって。え、俺今、高校生って…この船はどうなってるんだ？マリン船長は本当に若いのか？あの老婆の姿は俺の見間違いだったのか？いや、そもそも俺は…俺の存在は…一体？やばい、頭の中にノイズが。はぁ！あれは？何？ありえんほどカビてる。見たことないほどカビてる。でもハリボテだもんね、このマリンは。あれは？うわっ！うわっ！ば！マリン船長が、こっちを見ている？まさか、覗いていたのか？ずっと。覗いていたつもりが、覗かれていた、なんて。怖い。まるで監視されているようだ。気づかないふりをして寝るしかない。俺はどうなってしまうんだ。そのスタンド攻撃みたいな、スタンドの攻撃を受けている。まあ、でもハウルの動く城とかでもさ、おばあちゃんなのか、うわまだ見てる、おばあちゃんなのか若いのか若干わからんみたいな濁しがあって、うわ、なにそれ、なにそれ、なに、なにそれ、うわうわうわ、なんかすぐりかけてる、なにそれ、やばい、気分悪くなってる、うわ、笑ってるやん。何やられてんのこれ。おい、何？
おい、起きろ。え？え？うわ、うわ！え？何よ？瀬川のみんな！え？なんだよこれ！し、声が大きい。これで川道路でしょ、おもろいってマジで。マリー船長に気づかれるぞ。は？全速前進、アホイ。ん？踊るアホイに見るアホイ。出航アホイアホイ。ウォンテッドアホイアホイ。メスガキ、宝生マリー。何が起きているんだ。いいか、よく聞け。ここはお前のいる世界じゃない。やっぱりここは違う世界なのか。そうだ、マリー船長は俺たちを海賊の世界に引きずり込んだ。おお、リアルすぎる。現実世界から気に入った人間を引きずり込んでいるんだ。俺たちの姿もマリー船長が考えた登場人物そのものだ。そうだったのか。マリー船長は一体何が目的なんだ。詳しくは言えないが、お前に恐ろしい契約をさせるつもりなんだ。何？恐ろしい契約？俺たちはそれを拒んだから、ここでムクロにされ、魂を人形に宿し、この世界の住人にされてしまった。そうだったのか。うわぁ、びくしょ。ロープを解いたぞ。え、後ろのはしごを登って上へ行け。どんだけいいやつなのこいつら。この世界から脱出する方法を探すんだ。わかった、行くしかない。お前ら、ありがとう。奴らから何を聞いた。うわぁ、逃げろ。待て。嘘でしょ。ここマリー船長の部屋だったのか。とにかく逃げよう。急げ、走れ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 。逃げろ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 、駆け抜けろ。後ろ振り向くな、一切。うわっ、ああ、ドアが開いただけでした。でも船の上ではどうやって逃げる。船の上やぞ、逃げ場なんてない。脱出する方法なんてどこを探したらいいんだ。はあ、なあ、マリー船長、何が目的なんだ。契約って何なんだよ。ここは船長が作った世界ですよ。船長から逃げるのは許しませんよ。さあ、こっちへおいで。あ？え？何よ？ちょ！なんで？いやー！マリン船長に雷が直撃を？やったかじゃねえよ、ふざけんな。嘘。はあ、生きて。こんなもんじゃ船長は倒れませんよ。
不死身。さあおいで、おいで。これほら、ホラゲーだよな、これ。さあ、終わった。あっ、嘘、嘘でしょ、ちょっと。マリン、化け物のポジションなんで、セカワの皆さん、ちょっと、星になったのさじゃないんだって、ちょっと。これ、2周目いかないと、ちょっとこれは。待って、おもろいよ、これ、ちょっと。ねえ、ホラーゲーなんだよね。ちょっと待って、これ、マリンがやってる。ちょっと、キラーン、俺も混ざりましたじゃないんだよ。俺も星になりましたじゃないんだよ。うん。2周目、なんとか、なるんかな。ベートーベン来た。うん。いや、いい話だったな。完全にマリンが化け物のポジション。よし。まあ、2周目。あ、なんだなんだなんだ。ああ、化けの皮が剥がれちまったよ。ちまち、2周目行きましょうか。にっこりじゃないんだって、もうこれは。にっこりじゃないんだよ。みんな。うん。まあ、行ってみますか、ちょっと。2周目の世界へ。何よ。さ、契約で何だったんだ、それが。さて、お前の名前は。あー、デザルメンになっなるほどね。さ、どうなるの、これ。で、契約は結局何だったんだろう。あ、お前もダメだったか。いや、今度こそチャンスはある。もう一度試してみよう。おー、エモくね。もうこれ現代のシュタインズゲート。ちょっと言い過ぎか。エモいな。うん、なんてこった。あ、かわいいですね。行ってみますか。2周目のルートへ、時を戻して。ループものなんだよな。お。なんかセピアじゃなくて、モノクロになってる。アホー。あ !2 周目だから正体表してる。そう。あ、夜の出航。大丈夫これ。じゃあ、あ、すごい、逆再生。お、真相編。大丈夫、夜の出航、これ配信できるようなストーリーなんでしょうか。心配ですね。どっか、どういう、はい、始まり方。すごい、時間が巻き戻ってる。おお、あれ、ここは、あ、また記憶失ってるのか。女の子の声。あーい、こっちこっち。マリンかな。あ、記憶あるかしら。みかんも綺麗に戻ってますね。時がちゃんと戻ってます。また若いマリンかしら。あれ、最初からババアです。あれ、
ようこそ我が船、新人海賊くん。あ、宝生海賊団船長の王、宝生マリンです。タレ乳が揺れとる。なんだこのムード。おい、なんとか言えよ。これはちょっと待って、なんか詰まってる、なんか入っ、生き物入ってる。すでに老婆の姿で見えている。覚醒したようだね。早速案内しますよ。さあついてきて。ここリアルすぎるリアルすぎるよ。ここなぜ老婆の姿で見えているんだ。まさか前回の記憶を引き継いでいるのか。そうだ、あ、セカバのみんな、うお、星になったみんな。マリン船長は時間を巻き戻した。お前はこの世界から脱出する方法を探すんだ。お前ら、分かったぜエモいな仲間だな、これが仲間ってことか。おい、喋った、スタンドグラスが喋った2回喋った、ダメ押しの2回目。ミーずっと喋ってる冷蔵庫開けっぱなしの時に鳴るやつだ。はい、ハイテクなドアだな。あ、ネズミ復活してる。チューチュー。お、なんだ海猫、何見てんだ。それじゃ船の中を案内しますよ。しー、あー、胸が大きすぎて当たっちゃいます。ごめんなさー。ちょっと待って、ねえ、なんでこんな思いをしなきゃいけないのね、マリン、これと、ちょっとどうすんだよこの空気。早く案内してくださいマリン船長ねえかわいそうだよ、ねえかわいそうだよこんなのそうね、さすがだぞ新人海賊くん。あんなにさっきは赤くなってたの。ぽよんじゃないって、ちょっと明日からしっかり働いてもらいますからね。なんか嫌だな掃除、洗濯、ご飯作り、なんか歩くの早くない？あ、ネズミ、ねえ、そ、レッドフルーツでビタミンも取らなくちゃ。ねえ、や、なんかちょっと距離がどんどん離れて、明日から全部君の仕事ですよ。どんどんちょっと距離がどんちょっと置いて、おい、いたわれよ老人は、ざけんなてめえ。それじゃあ君の部屋はここですよ。はい、もう動くのやめろ。船長の部屋は隣だけど覗いちゃダメだぞ。なんかその姿で言われるとちょっとムカつく。悲しいよマリンは。君たちもマリンに10年後も20年後も30年後も活動を続けていてほしいです。ずっと船長単推し最推し大好きって言ってっけど、こんな風になるんだなって感じちゃったみたい。
あ、肉になった。マリン船長の料理。一日目だけ海賊っぽい料理なんだっけ。もぐもぐ。もう覗いても意味ねえし。なんでこんなひどい。食ったら寝るか。ちょっと待って。嘘でしょ。何この精神ダメージ。ちょ見てる見てる。ねえ見てるよ。あれだけ誘惑したら覗いてくるでしょ。そう。もうエロガキなんだから。ちょベロやめろ。ベロペロリとすな。ねえかわいそうだよ。ちょっと待って。なんで。これ泣きゲー。ちょっとやめ。テーマ曲やめてほしい。もう寝てる。マリンの部屋覗かなくていいの。月光が死ぬほど仕事してんだけど、ちょっとマジで悲しすぎる。泣けるマジで。これホラゲーじゃない。これは泣きゲーです。元の世界に帰る手段が見つからない。こんな世界に閉じ込めてマリン船長は何が目的なんだ。船長に怪しまれないように部屋へ戻ろう。どこかに何か帰る手立てがあるといいんですが。これマリンにだけ大打撃入ってんだけど、大丈夫このゲーム。ちょっとマリンだけダメージでかいよ。ちょっとまさかこんな扱いだとは思わないよね。うん。かわいいマリンが洗脳中みたいな感じじゃ ないんですかこのゲーム。まあ、これ以上ひどい目には合わないでしょ。ここからはもう上がるばっかりよ。ここから先はもう何回も言うな。何回もすごいよ。ずっと言ってんな。おかしいな。一瞬目の時あんなに気持ちよかったのに。ねえ、あんなに楽しく気持ちよくやってたのに。おかしいな。うん。ん？あ、またネズミちゃんこれ。また捕まったんか。あ、なんだ？ネズミが拷問を受けてる。これヒント？もしかして。チーズを食べたくても食べられない拷問だ。一周目と同じことが起きてるんだな。これ何かの？でも人形たちはどこへ行ったんだ？これ何か手立て？何かのヒント？うわっ！あっ！あっ！下見とる！なあ、かわいい。なんとかしてあげようよ。何？時計に何かあるでしょ、時計に。あの時、人形たちが記憶を蘇らせようとした。あいつらも俺と同じ、外の世界から引きずり込まれたんだな。そこで何してるの？マリン船長。一歩ごとに揺れるな！いいから！
とどとし、とどと来いよ、早く。持ち上げるな。お掃除お疲れ様。この時計は掃除しなくていいからね。ここにヒントが。はい、やっぱり船長は思い出させないようにしている。ねえ、気まず、なにこれ。あ、和食になってますね、マリン船長の料理。2日目は和食だったな。あ、茶柱立ってる。縁起がいいわね。そっか、なんで和食なのか疑問だったけど、老人だから健康に気を使ってたんだ。うるせえなあ。いいことでしょう。また見てるよ。今夜こそは覗いてくるでしょう。もうエロガキ、この子の。ちょっと待ってよ、これ。またかよ。またこれかよ。嘘。どうして。ねえ、やめて、転倒しないで。ちょっ、なんて、もう寝てるの。どうしてマリンの部屋覗かないの。悲しいよ、ベートーベンさん。お願い、報われてほしい。せめてハッピーエンドであってほしい。雨の日来た。やっぱりこの世界から出る手段が見つからない。人形たちはあの地下室にいるのか。俺だけ時が戻ったのか。真実を確かめないと。人形たちはお星様になっちゃったのかもしれない。マリンが幸せになれるといいな。ここから先若返って、この新人海賊くんとお付き合いして幸せになれる、報われる未来があってくれれば。穴聞こえない。聞こえないですね。雨音が激しい。確か一周目ではここに人形がいたはず。いた。今回はいないのか。みんないなくなってる。ここもね、降ってきたけど。そうだよね、確か一周目は外に吊るされた人形が。やっぱりいない。閉じ込められてるのか、星になってしまったのか。みんなどこへ。
メスガキショタガキ、やっぱり人形たちがいない。一周目とは未来は変わったのか？この後に起こる未来も変わるのだろうか？さあ変わるか、どうなる？時計が壊れてないんだよな、今回。うん、おそらく俺は高校生だ。現実世界から海賊の世界へ引きずり込まれた。この衣装もマリン船長が作ったものだ。一体何が目的なんだ？お、そこで何してる？時計は掃除しないでいいって言ったでしょ。余計なことしないで。ババア。ひどすぎ。元はといえばあんたが元凶じゃねえか。よし、もう真実を言ってやる。嘘。マジ？何言う気？何言うつもり？ね、お手柔らかにお願いします。君そんな顔してどうしたの？あの、ちょっといいですか？マリン船長ってば、老婆ですよね。ああ、そんなわけないでしょう。いつもの可愛いマリン船長でしょうが。だいたいなんで覗いてこないの？ブリッブリのマリン船長が隣で寝ているのに。その姿で言われるとやっぱりムカつく。まだやっ、そっか、きっと疲れてるんでしょ。今日もご飯を用意しといたからしっかり食べるんだぞ。3日目はどうせ粗食だろうが。うるせえ、ぽよぽよ、うるせえ。やっぱり粗食ですね、どうやら。これどう抜け出せるのか。やっぱり粗食じゃねえか。さっさと食って寝るか。同じルート完全に辿ってますよ。あの、この後スプレー吹いてくんだよ。そこをどうするかよ。泣いてる。あれだけアピールしたんだから今日こそ覗いてくるはず。鼻水も出てるし。ちょっとね、やめてよ。月光やめろや。ああ、もうスンってなっちゃってる。やばいよ、顔がもう変わっちゃったよ。なんか流れ変わったんですよ、さっきまでと。なんか、え、あー、来た、スプレー。これが夜の出航なんですか、それ。寝てる場合じゃないって。もう二度と月光聞けねえよ、マリン。もうどんな顔して月光聞けばいいのかわかんねえ。どうしたらいい、君たち。
あ、人形たち？おい、起きろ。え？しまった、いつの間に。し、声が大きい。マリー社長に気がつかれるぞ。お前ら、やっぱりここにいたのか。そうか、お前、二周目だな。そうだ、でもこの世界から出る方法が見つからなくて。やはりそうか。いいか、よく聞け。この世界はマリン船長が作った世界だ。ということは、マリン船長を倒せば、倒すん！この世界は崩壊するはずだ。マリン船長を倒すって？何もそこまで！これを見てもそう言ってられるか！え？何？何？何？婚姻届。妻になる人、宝生マリン、かっこ78歳。夫になる人、マリンの世界。これは、マリン船長との婚姻届だ！船長はあの扉の向こうでこれを大量に清書している。暇か？マリン船長は結婚を求めてこの世をさまよう亡霊だ。つらすぎる。婚期を逃すとこうなってしまうんだなって。俺たち若者はマリン船長と結婚させられるためにこの世界に引きずり込まれたんだ。そして断ればムクロにされてしまう。はぁ？もう分かっただろう。マリン船長を倒すしか、お前が助かる方法はないんだ。切羽詰まってんだよ、船長は！うるせえ！それともこれにサインできるのか！どうなんだよ！え？いや、それはちょっと。そう、だよな。今の船長は、もう正気じゃない。年齢を重ねて、結婚に取り憑かれているだけだと思う。でも、断ったら、有無を言わさずムクロにされ、この世界に閉じ込められてしまうんだ。なんて、理不尽なんだ。ロープを解いたぞ。倒すったってどうすんのよ。まあ、でもババアだから勝てる。廊下に出るぞ。ワンチャン倒せる。ラッキーなことにマリン船長は老婆だ。若い俺たちの方が体力は勝っている。マリン船長、迎え撃つぞ。わかった。来ちゃった。結婚しろー。に、逃げろー！待てー！どうやって倒すのよ、これ。うわー！は、走るの早っ！待ってー！あれ？あたし！ちょっと待って！こっちかよ！あら、うん。おお、落とし穴。なんだと。あいつら船の中にこんな穴を開けて、どうやらきついお仕置きが必要なようね。みかんが全部腐ってる。あいつらこんなに食べ残して、通りで全然減らないわけだわ。ねえ、かわいそうだよ、こんな若者が食べ物を粗末にしよって。
ちょっと。わお。あいつらまた落とし穴を。ねえ、かわいそう。かわいそうだよ、こんなのひどいよ。老体に答えるわ。なぜ船長はこんなにも老いてしまったのか。時間を操るたびに自分だけは普通に年を取っていった。調子に乗って時間で遊んでいたらいつの間にか78歳になってしまった。この体の老いは調子に乗った罰なのか、船長の罪なのか。ベートーベンさん、待って絡みないって。何急に。ベートーベン先生、ゴッホ先生、世代一緒みたいな。船長は年を取るほどにクラシックへの造形が深くなっていった。年輪のような奥深さが年老いた船長の心に活力を与えてくれたのだ。おっと、待って、何回復活早いな。そんで答えてないよ、もう。ちょっとおい、かわいそうだと思わねえのかよ。なあ、下見ろ、もっと落とし穴。おいな、復帰早いな。そんで、階段船長はここに階段をつけてしまったんじゃ。出口じゃ。もう口調がババアになっちゃってるって。は？あー、倒れるー。あー、ひどい、こんなのひどい。待って、若者たちはなぜこんな倒そうとしてる。あ、ザ・ワールドだと。能力ちょ、まだやってる、まだやってるよ。うわぁ、船長、いつの間に。船長に時を止めさせないでおくれ。止まった時の中を自分だけ動いていたら船長だけが年を取っていき、ついには78歳になっていたのじゃよ。時を止める能力、マジかよ。さあ、こっちへおいで。二周目の俺にはわかる。ここでマリン船長に雷が落ちる。え、ちょ、ま、時を止ま
何間に合ってね。うわひ光の速度に追いつけず、雷を、体に雷を受けてから時を止めてしまった。スローモーションで雷を浴び続け、何倍ものダメージを体に負ってしまう。これでマリン、これで倒さなければ、マリン船長は。あ、生き、うわまだまだ、船長は倒れませんよ。やっぱり不死身なのか。諦めよう、終わりだ、今度こそ。俺たちはマリン船長にかなわない。助けて、あ、違う、おいで、おいで。あれ？結局負け？え、でもさ、マリンがさ、殺されそうになった時はさすがにめちゃ涙出んかった、キマジ。泣けたよね、普通に。いや、でもこれでね、ベートーベン先生、ゴッホ先生、ありがとう。うん、ハッピーエンド、3週、え？まだあれじゃない？ C パートがあるんじゃない？うん、しぶとい船長。ちょ、もう叫ぶの、ちょっと疲れた、マジで。やばい、ゴッホ先生も来た。うん。で、なんでこんなひどい目に、ちょっと、嘘でしょ？ちょっと、赤ちゃんの時のマリン、戻りてえよ、この頃に。どうしたら戻れるんですか？マリンだって戻れるんだったら、時を操れるんだったらば、小学校からやり直したい。画面いっぱいになってきたな、なんか。うん。あ？なんか楽しげな。それじゃあ行きますよ。出航。やっさら。まあ、結論ハッピーエンドでしたということで。いや、ちょっと待ってよ。ちょっと待ってよ。ねえ。ね、思ってた話と、ね、本当に、8500度くらい違うんだけど、ちょっと。これで終わりかな？あはーい。あ、若返った。うん。終わりか？正真正銘の終わりですか、これで。あ、終わりっぽいわ。はい、ということでね、以上、こちらが宝章マリンつぐの日コラボ美魔女の真実ということでね、まあギリホラゲーかな、ギリギリホラゲーということで。まあでもさ、こんなに泣けたのマリンだけ。他のみんなも泣いてくれるかな。マリンがかわいそうだよっつってみんな泣いてくれるかな。ちょっと全員のリアクション確認しに行くわ、マリンは。うん、うん、泣いてないやつを片っ端からボコしていく。さあ、ということでね、まあ、ちょっと早く終わったんで、プレミア公開の時間を5分早めます。で、25分に終わろうかなと思います。で、ちょっと早めてくるわ、今から。はい、そんでね、これから
ぜひともこのゲーム、皆さん、今見ちゃったかもしれないけど、改めてね、可愛いマリンを一生懸命眺めるために、改めてもう一回プレイしてみてはいかがでしょうか。ぜひ、よろしくお願いします。うん、ちょっと待ってね。これを、時間を、うん、変えようかな。かわいいマリン、かわいいでしょうが、ギリギリ。じゃあ25分にして完了。これ多分25分に変わったんじゃないかな。あ、変わりましたね。変わりました。はい、ということで、よかったら君たち、この貼っている歌ってみた、ぜひ聴いてください。マリンのね、記念すべき4周年ということで、ぜひとも聴いてください。時間を操ってる、うるせえな。これぐらい誰でも操れるんだよ。はい、いやでもね、本当にね、こんな素晴らしいゲームを作ってくださって本当にありがとうございました。つぐの木様、コラボ本当にありがとうございました。これからね、ホロメンのいろんなリアクションを見てね、老婆のマリンをいたわってないやつ、マリンが死ぬ瞬間に笑ってるやつは全員処します。うん、のでね、うん、全員 NG に入れていく。マリンが処される瞬間に笑ってるホロメンは全員 NG に入れていく。泣いてくれたホロメンだけを真の仲間と見なすから。ホロメンやるかなこれ。うん、まあでも怖くないので安心して遊んでもらいたいですね。はい、うん、ということでね、今日で4周年ということでね、記念すべき4周年の日にこうしてね、まあ年を重ねるような、なんか思いができて、まあ良かった、ギリ良かった、うん、ギリギリ良かったの範疇、すごく楽しくて面白くて素敵なゲームでした。どうもありがとうございました。ぜひとも君たちもね、なんか記念に購入していただけると最高かなと思うんで、今全部見ちゃいましたけどと思っても、一応ね、購入してマリンと一緒に歩いてみてください。ぜひして、もう一度見せると LINE スタンプがこの後販売されるので、ぜひとも LINE スタンプもゲットしてください。よろしくお願いいたします。うん、ゲットよろしく。てなわけでありがとうございました。今日のスーパーチャットは次回の配信でお読みしますので、よろしくお願いします。あ、それでは行きますよ。出航。年齢なんて関係ないってさ、そういうめんどくさいのも含めて愛してくれるって、ねえねえ言ったよね。言ってない。ふう、そういうこと言うんだ。ちなみにこの船では美少女無罪が適用されますけど。任せて、魔法では下がる。